世界の人が来てみてびっくりしてるんです、いろんなことを味噌と醤油とか言っとられるけど、聖火台下に到着しました。見上げるばかりの聖火台、一本の帯のように続く163段の階段、飛ぶようにそして力強くリズムカルに白い煙を下に残しながらぐんぐん階段を上がっていく聖火。一気に階段を駆け上がった酒井義則君、高さ2メーター10の聖火台、今左側に姿を現しました。右手に高々と掲げる聖火。昭和39年10月10日午後3時9分30秒、世界の目と耳がこの一瞬に集まります。いよいよ点火であります。今点火されました。燃える燃える燃える赤々と燃える聖火。